こんばんは。どうもごきげんよう、どうもごきげんよう、こんばんは。ありがとう、みんなありがとうございました。こんばんたる。カウントしてくれてるし。晩は初見です。ありがとうございます。今日の犬、あ、ちいさん。 嘘やん、来てくれてたんですか？服が伸びそうです。ワンピース。風呂から見てるよ。イエーイ。ガッタル久しぶり、久しぶりです。明日の握手会。嘘やん、嬉しい、ありがとう。タルル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 、あ、ルナちゃん、ありがとう。握手会ありがとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もありがとう、猫猫さん。けど、砂浜さん、ありがとう。今日6部行って嘘でしょ？ちょっと待って。どこだ、どこだ。あ、エムパパさんだ。あ、覚えてる。ありがとうございます。疲れぴょーん。そう、明日じゃんけん大会ね。みんな聞いて。知ってる人もいるかもしれんけどさ。あ、ひでぽんさん。カットあるとあと2日で、あ、楽しみ、ゆうかちゃん。ねえ、みんな知ってる人いるかもしれないけどさ、じゃんけん大会の握手会？握手会で対戦する相手が決まったんですよね。なんかね、最近、そうなんです。なんと山本彩香さん、横山由依さん、宮脇咲良さんと対戦します。ちょっとね、9時半端ね。そうなの、簡単ねえだよ。そうなの、母さん。あ、レアちゃん、ありがとう。ありがとう。楽しかったね。いや、でもガチで勝ちに行きます。で、みんな応援してね。ガチで勝ちに行くから。 そうです、ちょっとガチで勝ちに行きます。じゃんけんだからね、これは。 そう、下克上チャンスね。そうですよ、もうなんてこって。本当にそれな、ごちごちやから大丈夫。勝ったら話題になる、話題になるか。でも一回負けても、まだチャンスはあるんですよ。そう、一回負けてもね、チャンスあるから、まだちょっと大丈夫かなと思ったりしてます。絶対勝ちに行きます。これをチャンスに、ピンチをチャンスに変えられるのか、頑張ります。あの組は対戦するだけで話題になるとね、嬉しいです。わあ、いや、1回だけ負けるのは、多分1回だけ負けても大丈夫。相手おもろすぎますよね。やばいですよ。ちょっとみんなのパワーをちょっといただきます。楽しんでね、ありがとう。ガホがね、引いたの。
トーナメントだったんですけど、ガイツ綺麗、珍しいね。そう、プロですから プロですから、ここは常に画質がよきござんす。今日ありがとう。ああ、みずちゃんありがとう。大物先生ですか。個人いい方でしょうね。嬉しいよ。ただすごい方たちと戦えてっていうプラスに考えますね。ござんす。よきござんす。9月ユーキングさん、ありがとう。ホテルの Wi-Fi カフ使わないタイプなんですよ。うん、そこに勝てば注目ぶりね。嬉しい、頑張ろうっと。まあ頑張るって言っても運なんですけど。こんばんは。お腹すいたたる。生カフタルに入って、カフもだよ。自分の Wi-Fi も使ってないよ、カホは。Wi-Fi 使えませんので。今日は空気からありがとう。ミルムさん、来てくれたんだ。トップリードとは初絡み。そうだね。うん。気合える。んどこどこどこ。14。頑張ってね。みずちゃん覚えてるよ。カーテル可愛かった。本当？ありがとう。今日はいっぱいいろんな人に会えて嬉しかったです。明日も来てくれるのかな。っていうか女性の方がねいっぱいいてくれてるのに嬉しかった。やばい、ちょっとあくびが、あくび出てしまった。うん、女性のこと多かった。めっちゃ女性の方も映るし、あ、服も可愛かった。嘘。そう、今日はちょっと大人系。明日何着ようかちょっとまだ迷い中。カードルが可愛すぎて目覚めた。カードル髪伸びたかもしれない。二つ結びができるようになりました。ほら、前できなかったのに。これは伸びた証拠ですね。もうちょっと伸ばしたいです。ちょっと伸ばしたい。前はねここまであったんだけどさ、普通にちょっともうちょっと伸ばしたいな。カホも浴衣着たかったな。もう髪が多い、ほんとそれな。可愛い女の子に会えて嬉しく、カホもです。あくびしてもうた。うん、ちょっとあくびの涙でコメントが読めない。もう寝ようか。寝ればひど。ガオはまだショールームがしたいんだ。寝ない。
かほちゃん、かほちゃんありがとう。なんかすごく大人っぽい、じゃあ大人なんですよ、大人っぽいじゃなくて大人なんですよ。13日え嬉しい、ありがとう。ダン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 キン、めっちゃみんなに寝ようって言われる。19かと思ってた、ごめんね大人です。明日も行けない、中身は子供、中身は少女です。なんか怖い、後ろに何かが映りそうで。明日は早くないの？明日はそんな早くないです。うん、明日同窓会楽しんでね。みんながいるから怖くないわ。いい気がする。マーボー。明日もまたありがとう。カートル映った怖いよ。え、明日から帰省帰るんだっけ。え、今日の服すごい怖かった。え、嬉しい、ありがとう。13日カートルに癒されに行くの待ってるねん。あ、今日から帰省ラッシュ、あ、ラッシュか。え、なんでなんで、なんでなんか長い休みあったっけ。あったっけ。お盆休みだった、知らんかった。あ、エブツービヨーサーだ。お盆か、あった。あ、そっか、世間はお盆だったのか。マジか、マジか。知らんかった。すごい大人の雰囲気ある、ごめんね、大人なんですよ。申し訳ない、騙してるつもりはないよ。ん、俺への対応よりも奥さんへの神対応が嬉しかった。ねえ、みんなに神対応です。カホタルはなんだすよ。しかしね、中身はお茶まる。なんだすよって言った、なんだすって言った。なんだすよ。10月の、あ、嬉しいな。いい女感って何、ちょっとみんな何、いい女感って。いい女の条件って何ですか。今日の握手会の洋服をトラップくてありがとう。ねえねえ、いい女の条件って何。母ちゃんの握手力が強くて、本当？やすすびっくらぼんでした。子供っぽい気もするのになんか色気あるって。何？ツヤっぽさ、笑顔、ブルゾン、チェリー。どんなやつやったっけ。デーデン、違う違う、ちょっと本当に音程が分かんない、どんなんだっけな、どうなんだっけ。デーデン、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 え、なんだっけあれ、ブルゾンかホタル、違う、なんだっけ、忘れたわ。35億、ブルゾンかホタル、 CM のやつめっちゃかっこいい。ボサボサ、
やふやならやめな、それなマジでそれな。でんでんででん、ちょっと待って、でん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 、ちょ読めへん読めへん。ブルゾンじゃなくて、なになに、文章で表すん、ちょっとみんな頑張って、書いて、で、なに、ででんでん、ちゃんと覚え、ちょ、楽しそう、楽しいよ。ごめんね、お先に寝て、おやすみ、ありがとう、またね。え、直し、探すんじゃない、探すんじゃない、待つの。でれん、でれんでんでんでん、でんでんでれんでんでれんで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 ん、でん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 、ちょ、読めんて、読めんって、もっとリズムつけて書いて。変なテンション。ドドン、そんなんだっけ、ボソボソやで、適当すぎ。でん、エダンゲリオン、でんてんてんてれん、ちょ、わからんわからん。キャリア、ウーマン、デレンデンデレン、デレンデンデレン、デレンデレンデンデレン、キャリア、ウーマン、わからん、耳かゆ、デデン、デデン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 、デン、ちょっとテンション、テンション、だから読めない読めない、めっちゃ最近か、耳かゆいんですよね、絶対耳になんかできてる。かい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 、疲れてないとか言えた、いや疲れてはないですよ、全然ね、耳がかゆい、ドゥ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 、待て待て、ハートさんありがとう、カルビさんありがとう、でターミネーターになるよね、あ、杉谷さんだ、耳かゆ、カート楽しくお疲れ様、お帰りくれてありがとう、髪の毛伸びたでしょ、もうちょっとの、本当にもうちょっとの、もうちょい伸ばしたい、こんばんは、こうかな、ヒロさん、カートの手汗に感動、なんか手汗交換いいって言ってもなんかみんなあんまりやってくれなかった、手汗交換ってやったんだけどさ、あんって感じだったよ、みんなの反応、手汗交換、まつげ伸びた、嘘でしょ、それは知らん、それは知らんとか言って、それは知らん、ででんでんでん、それね、チョコチップ、チョコチップもね、なんかあんま言われなかったよ、 2,3 人には言いました、ホクロダッチのって。ピアだから緊張して、あ、でもなんかピア、みんカホトルームのみんなピアだよねっていう話はねした。ちょっと明日はみんなの釣ってないな、今日は楽しくおしゃべりしてしまった、普通に明日はみんなのこと釣ろう。普通に楽しくおしゃべりしてしまった。
緊張はしたの。嘘じゃん、がしてなかった。2、3人の人だ。母ちゃん今日はこのグループの、あ、話しましたよ。 NNB さんと学園が近かったのでお話ししました。13日ブログだからあげるね。で写真もう撮れません。母が一番ピュアでない、ピュアでない。うちの奥さんの手汗交換した。出した、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 した。釣ろうと思えばいつでも釣れます。バイカホ、バイカホ。そう、ブログにあのちょっとね、ちょっとね、すごいね、豪華なメンバーさんと撮っていただきました。釣られてないんだから、普通に楽しくお話しちゃってよ。まあさ、何回か来てくれる人は普通に釣ろうっていうよりももう楽しくお話ししちゃうよね。これはあるあるですか？麻婆のことはもう釣ってる。10月まで友達を忘れないでね。覚えたよ。めっちゃ蚊に噛まれてるって。今度は釣ってもらおう。分かった。おさやだね、多分また会いに行く。嘘じゃん、ありがとう、嬉しい。お、クマいっぱい飛んできた。わーい、ありがとう。ブーチュ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 、ブブンブンブブンブブンブブン。ジュン君に一回釣ったらいいの？釣らせてください。え、釣ってください。何？完全にターミネーター。それな、ガッサガサやからカホに潤いもらいました。でもカホそんな今日汗かいてなかった気がするな。冷蔵庫にさ、覚えてるよ。ショールームに釣られて今日は口かいてから。ねえ、ほんまに名乗ってほしかったな。名札つけてなかった。あ、覚えてる。あ、なんか名乗ってくれた。汗っかきやばいですよ。2回見せたのだった。ハースチ、ありがとう。くしかよ、その服の、うん、この服、この服パジャマです。こうなっておる。これパジャマです。明日は何着ようかな。マカリ様に、ねえマカリ様、寒かったよ。やっぱパーカー持ってくべきだな。これね、うん、ワンピースいいんだよ。この服ドンキだし、ドンキだしいいんだよ。ちょっとおかしいけど、ドンキ、ドンキで買った服です。エアコンキツかったんですね、幕割り。ドンキだし。ドンキなんだよ。そう。うん。みおぐに久しぶりに行く、覚えてるかな。え、嘘やん、ありがとう。今日もシースルーでドキドキしてるやって。ね、こっちが冷たかった。そう、それはまれだと思いますよ。多分ね、炎上さんだけだったと思う。多分他のみんなの時は多分、あ、なんでだろうね。レアだね、レア。じゃんけん、いいメンバーと対決。いいメンバーもそうなんですけどね。
を。強敵でございます。強い、頑張ります。手足効果で基本品レア点点点。おたのことをどう思う、どういうこと。誰だかのさや姉さんたち、さや姉さん、さや姉さん、横山由依さん、さくらたんさんです。天気明日、みんなパワーちょうだいね。明日パワー注入しに行く、ありがとう。ココちゃんはね、じゃんけんしないんですよね今日。奥さんがカハタロウシだけでなく、俺もカハタロウシで生きていっていいですか。嬉しい。そう、今日ね、ニコ生でさ、ほくろ占いっていうのをやってたの知ってますか。ニコ生でほくろ占いっていうのをやってて、それにちょっと出てた、占ってもらったんですよ。そしたらそこの占い師がさんが、なんかカフはじゃんけん2回目でやりなさいみたいなことをアドバイスしてくださって、知ってる。そうで、そうにカフがで、ココちゃんが本、もし勝ってたらだけど本戦かな。でも結婚合ってたんだよね。なんかここにほくろあるんですけど、これね、これここ見えた今。ここのほくろがなんか変人ほくろらしくて、当たってるわと思って。確かによく変人って言われるし、当たってるくない？変人って言われた、うん、ずっと当たってるしと思って。確かに変人だから、なんか変わってる人みたいな。そう、変人らしい。変人だった。納得すなし。ここカホールームでしょ。なんかでも変人って言われましたよ。ここは変人袋ですね。だって。そう、だから変人エピソード語りました。何か変わったことをしたいんです、私と。口元のほくろについては何もノータッチ。一番ここは気になったんですけどね。カートはカメラシ、ありがとう。変人と神人、天才は神人を、いいこと言う。変態じゃなくてよかった。変態で変人は違うからな。口の元の周りにある人は、あれ、口元の、口の周りになんかある人にいい気がして、なんで言えんかった。口元モテ袋かな。モテ袋だったらいいな。何か、そ、何話そっか、ずっと悩んでる。何、あ、女子会でですか。何話そう。いっぱい話そうね。マリリン・モンローさんとかお誕生日一緒なんだって。知らなかった。心の位置も一緒だし。梅アバター変えた、うん、わかる。いや、ダメさ風にしてんの。そんな、うん、似てる。
すごくない？誕生日一緒だったらしい。なんかほくろは一緒だって知ってたんですよ。誕生日まで一緒だったんだと思って、え、なんか生まれてこの方初めて知りました。誕生日まで一緒だったことか。え、マリリン・モンローさんって今生きてるでしょ？何、生まれ変わりって。え、リカ姫さんも同じ位置にほくろあるの？え、マリリン・モンローさん、え、そうでしょ？マジで、へえ、生きてないんだ。うっそやん。え、いつの人だとわかんない。いつからいないの？知らんかった。40年お久しぶり。まさに変人だ。生まれ変わり、知らなかった。マリリン・モンローさんについて調べよう。え、ここにあるの？生まれ変わりだ、やったね。てか寝る、寝る、え、寝るの？寝るのか、起きてるのに。今何時？ねえみんな今何時？レアちゃん仕事、ありがとう。嬉しい。ねえ何時までやろう？半だって。カートラバキカラじゃないですよ別に。23時34分ありがとう。テフ見てうせやん、嬉しい。初見でしたって、ありがとう。眠いよ。あ、みんな寝たいんだ。寝ていいよ、おやすみ。初見です。カータル一人目？え、違う、違うよ。カータル本当に寝てかも。まだ幕張メッセの近くでご飯、いいな。あなたが寝るまで寝ませんなんて。首、この角度首が痛い。いやだだだ。さあちゃんの友達です、ありがとう。まーちゃんかな。下からギャホテル。怖いわやって。これ？これ膝？眠い疲れた。あかんってみんな。寝たあかん。ゴーン受けるから。一人にしないで。ご肘？胸めっちゃでかいのかと思った。手がすぎやろ。片方だけ。こうしてるといい女風やねんけどなんて。風かい。風かい。
しに行ったら釣ってくれる？うん、釣ってって言ったら釣ってあげる。早く握手。待ってるよ。 T シャツ舐めちゃう。これね、ワンピースなんです。でかいやつ。にしても今の髪型に、でもこれこの角度だからいいんだけどさ、普通にこうまっすぐ向いたらね、中途半端すぎてね、めっちゃ嫌なんです。嫌だ。ちょっと下からワンピースに見えない。ワンピースなんだよこれ。変わったら痩せたねえ。むっちゃみんなに痩せたって言ってもらったんだけど、嬉しい。今日もね、今日ね、今日も我慢したの。炭酸水にお世話になりました。あの握手会会場では食べたけどね、お肉。今日焼肉だったんですよ。まかない、まかないっていうの、お昼ご飯が。だからね、焼肉いっぱい食べた。ケータリングだ、それ。そう、焼肉だったんだよ。やばくない？直接焼いてくれてそれを食べたから、ほんまガチの焼肉でした。久々に来まし、来れました。ありがとう。焼きたて、そう。あとサラダ、自分でサラダがね選べるんですよ。いろんなカチ焼肉、そう。今日はね一番好きでした。ハニーマスタード、まかないバイト感覚。それな、ハニーマスタードドレッシングって食べたことある？あんまり今日は可愛い、毎回言ってる気がする。お疲れ様。昼の予想通り、サヨネと対戦やね。そうなんです。ガオもさ、変人だからさ、ちょっと気になってさ、ハニーマスタードソースだっけ、ドレッシング食べてみたらさ、普通になんか食べたことある味でした。食べたことあるなっていう味。ハニーなだけに蜂蜜なんだろうなとか思いながら、甘かった。え、知ってるんだ。眠いね、ほんまに。ブルグッドショールームだけ。そうだね、みんなが寝ろ寝ろって。何、寝ないし、寝ろって言われたら起きる。山本沙耶香さん、今日会ったよ、お会いしました。寝る？よし、じゃあ今からお風呂に入って寝ようかな。天の弱かい。そうですよ、母は天の弱でございます。ニューイハンじゃんけん大会さえなって、マジ強っ。強いじゃん。髪の毛の量多いや。そうなんですよ、やばい。
日に備えて寝よっかな。いいしょ。いかはむっちゃ甘の弱だしわがままだしね。ちょっと取説取説、甘の弱、あとは甘の弱わがまま、ちょっと子供だしは言うな。気まぐれ。眠たい時に配信切ります。かまちょ寝るかもちょダメだって。うん、これからニャキはクソいい、ほんとにむっちゃいい。なんか唇がゼクシーだね。初めて言われた。寝起きはめっちゃいいよ。すぐお腹が痛くなる。くそいいね。ちょっと。繰り返さんくていい。ちょっと本気で伝えたすぎてお下品な言葉が出ちゃった。おほほ、みんなカードルが出ないと寝ないんです。え、じゃまだ配信するよ。か、目覚まし時計いらないんだよ。しかも最近ね、50分に起きたいってするじゃん。カードルが可愛いからついて、みんないっぱいツイしてきてね。ツイッターよろしくお願いします。でなんだっけ、そうついしてね。なんかさ、50分に起きたいってなるじゃん。で50分に目覚ましかけるとするじゃん。でいつもなんですよこれ。多分49分50秒とかに起きて、目覚ましが鳴る前に起きるんですよ。で起きて目覚ましが鳴って止めるみたいな。目覚ましより先に、わかるよく、え、あるよね。かわいすくしあげとく、ありがとう。ありがとうとか言って。そうなの、あるよね。すごくない？しかも、いやほんまにこれほんまの話ね、みんなさ、そのすごいね、へえっていうのが棒読みにしか見えない。さすが変人でしょ。顔変人だよね。これがね、なんか 4,5 回振るとちょっと疑うよな、うん、そして勝ったとは思わない。ちょっと自分キモって思う。だってやばくない？先に起きてその目覚ましを止める収穫。今日は色っぽいね。え、嘘。ありがとう。なんかみんなから今日は色っぽいって言われるけど、そんなに？目覚まし人間。すっげー。独自能力でね、そう、だからたまに思っちゃうね。あれ、自分ってちょっと魔法使えるんじゃねみたいな。痩せてから言うぞ。ありがとう。なっぽい？じわるちゃん。なんか思わない？あれちょっと自分エスパーじゃねみたいな。あれちょっと自分なんか持ってるんじゃねみたいな。ジジジジ、私能力中二病ですよ。でもほんまになんかエスパー、なんか自分特殊なんじゃねみたいな思う時ありません？なんか綺麗と可愛いだとどっちがいい？どっちも。気のせいとか言って。そう言ってる時と寝坊する、それやめて。いや寝坊はねほんまにねダメ。
ヨンブ多分行くで、嘘でしょ、来てくれるんだ、嬉しい。欲張りやな。え選べないって言って選べないよ。いやどっちも嬉しいし、寝坊したこと、いやそりゃあるけど、あの STU 入ってからはないですよ。寝坊した、そりゃある、うん、そうだから怖いんだよ、だからそうそう、なんか前言ったじゃん、カホがバイトを寝坊した時に店長からかかってくる人間だもん、うん、店長からかかってくる電話、店長からなんかだから仕事だからさ、電話がかかってきたらすぐ起きるじゃん、その音楽を、あのそう、その音楽を目覚ましの音にしてる、アラームにしてる、で絶対起きるから、なんかいまだに、あ仕事に遅れるって感覚で起きる、普通の目覚ましなのに。そう心臓に悪いんだよ、だからそれは今日でしょ。カフトラおせ、おやすみ、ありがとう。トラウマ効果って言うんですかそれ。心臓に悪いんで、そうだよ、心臓に悪いかもしれない。恐怖だね、そう恐怖。嘘やん、これ心臓に悪いんだ。初見です、ありがとう。いやもうだからさ、だからもう瞬間に起きるよね、そのなんか正直者はバカを見るっていう音楽で、音楽なんですよ、うん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 っていう音楽で、もうねシーってなった瞬間に起きる、ズッとみたいな、すぐ起きる。寿命縮むんだ、すぐ起きるよね。ストーチの声だと寝坊する。あーそれはちょっと目覚ましにもあれかな、ちょっと歌、ちょっと歌えないよな、ここでは。もうシーで起きるもんね、シオー起きたみたいな。9月10日の握手会、名札つけてね、名札つけるねかな、ありがとう。同じ曲見かけ変わったらビビリ、え、どうだろう、分からん、どうだろうね、ビビリかも。寝るね、ちょっとみんな寝るの、今日来た見えないやつです、え嬉しいんですけど、ありがとうございます。わーい、ゆっくりしてってね、もうじき終わるけど、もうじき終わるんかい。タレちゃん今来てよ、ありがとう、もうじき終わるけど、カーテンの後ろ気になる、何やめてください。よし寝てた、ちょっとみんな寝る、寝るじゃん、時間も寝よう、首凝ったこの角度あれますよ。もう胸でかだから膝よし終わります。十歳ひろきちさん、十二あこちゃんたるさん、ありがとう。十一しぬたるさん、十位ひでぽんさんだ、ありがとう。
9位一歩さん、あっつ9位一歩さん、8位センスさん、7位ガチャタルさん、6位ロベルトさん、5位ミータルさん、4位ユキチさん、3位マサさん、2位チャッピーさん、1位トモタさん、ありがとうございます。みんなツイッター拡散よろしくお願いします。いっぱい拡散してね。握手会来てくれた人ありがとう。コメントで盛り上げてくれた人もありがとう。名前呼んでくれてありがとうね、本当に嬉しかった。ハートの逆ね。なになに、お疲れ様です。ひろきちさん、筋肉としさん、ありがとうございました。 M2 ビューさんもありがとうね。バイ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 。みんなカホのこと好き？好き？今日もお疲れ様、明日も頑張ってね、ありがとう。オッケー、元気出た。ほんまに？愛してるよ。誰だよ嫌いって。ありがとう。単純なんですよ私。ふじゃんね、ラブ、 LOV、 おやすみなさい。すつんでやか。じゃあねー。大嫌い。つんでるかい。バイバーイ。また明日。